ジルベール・コラールは、フランスの弁護士、作家及び政治家、極右派の国民連合所属、2012年から国民議会議員、マルセイユのブルジョワ・ g 系の家族で生まれて育った。父は、極右運の思想家であったシャルル・モーラスに賛同していた。国立エクス・マルセイユ大学の法学部を卒業した末、1973年に弁護士になった。 青年の頃社会党を入党するほど支持したが、1981年、フランス大統領選挙にて、同党の候補者であったフランソワ・ミッテランのためにも、活動した。弁護士として、ジャン・マリー・ルペンとピエレート・ルペンの離婚に際して、妻の弁護士として務めた契機に、現在の国民連合の党首である、マリーヌ・ルペンと友達になった。2011年から自分を、 マリーヌ派と紹介しており、1985年党内で発達した国民の優先原則に賛成していると発言したが、また2012年フランス大統領選挙のルペン応援団団長を務めた。2012年1月、総選挙に立候補することを表明、ガール県第2選挙区から立候補。決選投票は社会党の候補者と、 国民運動連合の候補者との争いになったが、社会党候補を僅差で退けて当選。マリーヌ・ルペン党首の名であるマリオン・マレシャル・ルペンと、共に国民戦線の14年ぶりの議席獲得に貢献した。R ・ロソ、マリーヌ・ルペン、ルヌーボー・コンバットで、ギルバート・コラード、L ・エクスプレス紙、2011年6月22日、R ・ロソ、 マリーン・ルペン、ルヌーボー・コンバットで、ギルバート・コラード、エル・エクスプレス紙、2011年6月22日、A、ロジャール、レ・パークアで、ギルバート・コラード、コメント入れ、等に AU ・フロント、レ・ヌベル・オプセル・バトゥール、2011年9月20日、R、ロッソ、マリーン・ルペン、ルヌーボー・コンバットで、ギルバート・コラード、エル・エクスプレス紙、2011年6月22日、 G. ペロー、エル・アボカー、ギルバート・コラード・セロリー・ア・マリーン・ルペン、レフィガロ・カミ、2011年5月11日、レジスレイティブス、ギルバート・コラード、ステンド・マリーン・ルペン、キャンディドット・ダンル・ガール、AFP 通信、2012年1月15日、エル・ガンル・ガール、ギルバート・コラード・ボエト・ラウン・キャス、クー・ジェー・デ・マクリティック、ル・モンド・ガミ、2012年6月17日、パリ、 ジュエラスポアール FN クイルートルーベールアーシンブレーメイサンズマリーンルペンニレ M.I.N.U.T.E.S. ドット F.R. 二2012年6月18日ありがとうございます